皆さんこんばんは。今実行委員長から話がありましたように、私たちが本当に戦いをずっと続けてきているわけです。9月19日強行採決されましたけれども、それに諦めずにですね、戦い続けた結果が先ほど申し上げた参議院選挙の結果でしたが、しかしまだまだ我々は戦いを続けなければならないと思います。で、長野県にはですね、非常に大きなやっぱり運動の歴史があります。今日南スーダンの話は先生からお話があろうかというふうに思いますので、私は沖縄の話を一点だけお話をさせていただいて連帯の挨拶とさせてもらいますが、1953年朝鮮戦争がこれから終わるぞという時期でした。長野県の浅間山山麓と群馬県の妙義山に米軍の演習場を作るという計画があったんですね。若い皆さんはご存じないというふうに思いますけれども、これはですね、朝鮮戦争でアメリカ軍が朝鮮半島の北部に攻め込んでいったときに、山岳戦で中国の義勇軍に壊滅的な打撃を受けたという経験があってですね、で浅間山にその米軍の演習場、山岳訓練基地を作ろうという計画が出たんですね。で当時4月にその話が上がって、軽井沢町議会、そして周辺の市町村挙げて、これは大きな問題だということで反対運動を始めました。でその時力になったのは、最初県教組や高教組の先生たち、そして婦人会の皆さん、そして青年団の皆さん、そして当時の労働組合の憲兵などの組織が挙げて、200万県民が挙げて、このアメリカの米軍基地を作るなという運動をしたんですね。その当時はまだ日米合同委員会っていうのは割と周知されている機関でした。ですので当時の反対運動は日米合同委員会に対して反対の陳情を行っています。で今はもう日米合同委員会っていうと、なんか秘密の何ていうんですかね、組織みたいになってますけれども、この日米合同委員会も今もやっぱり生きています。でこの合同委員会に対しても当時陳情をして、そして一大県民運動5000人、当時で言えば非常に通信施設の悪い、運輸事情の悪い中で5000人が集まる県民大集会を開いて、そして結果として7月に日米合同委員会として米軍として断念をさせるという運動があったんですね。私言いたいことは、信州にいらない米軍基地は沖縄にもいらないということを、私たちの立場からですね、やっぱり言っていくことができる歴史を持っているんだということです。もちろん今日しっかり勉強をして、そして運動としてですね、幅広く県民の皆さんとともに粘り強く憲法を変えさせない、安保法制を廃止する、そして沖縄に新しい米軍基地を作らせない、この運動を皆さんと一緒にやっていく決意を申し上げまして、一言連帯のご挨拶とさせていただきます。私も一生懸命一緒に勉強させていただきたいと思います。今日はご苦労様です。